はい、どうも、こんにちは。ブリムリです。というところで、本日はオークス2021の予想をしていきます。はい、まず、私が想定いたしました、このレースで求められる適性の説明を簡単に行っていきます。その後、印の発表っていうのを行っていこうと思います。で、これ、火曜日くらいに出してる動画で言ってることなんで、さらっといくんですけど、今年のオークスの求められる適性を私は、前に行く馬に関しましては、折り合いがつくこと、そしてそこそこの末脚が使えること、そしてスタミナがあることっていう3つに、が求められると考えました。また、差し追い込み勢に関しましては、折り合いがつくことっていうのと、あと一級品の末脚が使えることっていう適性に、しました。っていうところで、まあ、こういった適性面を、各馬が満たしているかっていうところも、もまあ分析いたしまして、印っていうのを打っていきました。では、印の発表を早速行っていきます。本命がユーバーレーベンです。はい。ユーバーレーベンは、そうですね、ポイント、評価したポイントといたしましては、能力が上位であるってところと、まあ、素足がしっかり使えるところですね。あと、まあ、適性もありそうかなっていうところで、本命に評価しました。で、1行目に書いてるんですけど、そうですね、ソダシちゃんが今回ダントツの一番人気で、まあ、能力も圧倒的な最上位かなと思うんですけど、そのソダシちゃんにレースで詰め寄れたのは、サトノレイナスちゃんとこの馬だけだと思います。差し追い込みをして、詰め寄れたのはこの2頭だけなんで、まあ、今回レイナスちゃんが出ないんで、ちょっとこの馬にかけてみようかなと思ってます。はい。この馬は結構ストライドも、大きい馬ですので、東京コースもこなせそう。まあ、フローラステークスでもこなしてくれてましたし。っていうところ。で、あと、そうですね。まあ、道荒れになる可能性もあるんですけど、新馬戦で構想しているってところから、道荒れになっても大丈夫じゃないかなっていう。で、また、基本的にはオーストぶん回しで構想してきてます。っていうところから、今回枠が5枠9番ってところで、まあ、この馬にしてはなかなかいいところに入ったんじゃないかなってところ。で、あと、まあ、外を回る感じにはなると思うんですけど、まあ、この馬、札幌2歳ステークスで結構早めにまくっていって、で、ソラシの結構、まあ、追い詰める2着っていうのがあるように、根性とスタミナがありそうなんで、まあ、外を回しても2400メートルはこなせるかなってところを考えてます。で、まあ、そうですね。あと、この馬、私の気持ちとしては、まあ、天国にいらっしゃる岡田総帥に、勝利を捧げてほしいなっていう思いも込めて本命に評価しました。まあ、まとめますと、安定感のある差し馬かなってところで、今回本命にしました。まあ、ファン要素としては、そのオーストぶん回ししか多分この馬できないんですよね。この馬すごい怖がりの馬らしくて、デムーロ騎手がネット競馬さんのコラムでおっしゃってたんですけど、すごい怖がりだから馬群だと伸びないし、で、外伸びてても、うちの馬を気にするってところで、本当にオーストをぶん回して、外から伸びてくるっていう競馬しか現状できないと思います。っていうところから、で、そういった大味の競馬をして、倒さないといけない相手が、まあ、純白の女王、ソダシちゃんなんですよね。汚れなき、ね。本当真っ白な、戦績も真っ白なソダシちゃんを、それで倒せるかなってところは、ちょっと不安に思ってます。まあ、あと、カッコ書きで書いてるんです。馬体減がちょっと気になるってことも書いてるんですけど、調教後の馬体重は前走からプラス10キロくらいあったんで、輸送もないので、今回、スタミナ切れ、馬体減によるスタミナ切れの心配はないかなとは思ってるんですけど、まあ、オーストぶん回しで勝てるかなっていう不安はあります。はい。で、対抗が、今回、アールドビーブルにしました。で、アールドビーブルは、評価した理由としては、大好きな馬だからです。はい。で、これは大好きな理由としては、本当素足が世代屈指だと思うんですよね。私、この世代、サトノレイナスちゃんとアールドビーブルちゃんが好きなんですけど、この2頭は、甲乙つけがたい、素足の爆発力があるんで、今回、末にかける競馬をするって松山ジョッキーとか、今野調教師もおっしゃってくれてるんで、そういう競馬をしてくれれば、来てくれるんじゃないかなって。信じて、ここは対抗の評価にしました。はい。で、まあ、これはまあ、マイルは忙しかったっていうコメントもあったんで、まあ、距離が伸びてもいいでしょうし、東京コースも、まあ、直線にかけるしか
かける競馬をするっていう面では東京に変わるっていうのもプラスかなと思ってます。で、まあ不安要素としては、まあ展開に恵まれなさそうっていうところと、あと状態面ですね。まあこの馬もユーバーレーベンちゃんと同じ感じで、現状は外を回して直線にかけるっていう競馬しかできなさそうなので、それで汚れなき純白の女王スダシちゃんを倒せるかってところが一個の不安で、あともう状態面。まあ、この馬は本当に馬体重が減り続けてて なんでって思ってたんですけど、まあ、よく考えると、この馬ってアドミラブルとか、フランツの品系でございまして、そういった馬って虚弱というか、体質が弱かったんで、そういうところを実は影響してるのかなってちょっと思ってたりして、まあ、状態大丈夫かなっていうのが不安ですね。展開と状態が大きな不安です。だとまあ、まだ幼そうなんで、そういったなかなか完成度の高い系はできなさそうなのもちょっと不安です。あとまあ折り合い面もなんかかかりそうな気配がありそうでちょっと不安です。ってところでかなり不安は多いです。ですが大好きなので今回対抗の評価にしました。で、続きまして3番手の評価なんですけど、ククナにしました。で、ククナの評価ポイントはアルドビーブルちゃんと同じで、素 足が使える、能力もそこそこある。で、あと、まあ、折り合い、この馬に関しては折り合いもつくので、距離延長、そして東京コースへの変わるっていうのも追い風になりそうかなと思います。で、不安要素も、アールドビーブルちゃんと同じで、状態面です。この馬はもともと体質が弱い馬ですので、その割に結構、新参記念から考えますと、まあ、4戦目っていうところになるんで、ローテーションきつくないかなってところですね。まあ、なかなか、桜花賞の後、次走が発表されなかったってところからも、状態面がもしかしたらギリギリのところでの出走という判断だったのかなとも思ってます。この次走が発表されなかった理由にといたしましては、考えられるのは、スルーセブンシーズちゃん、同じ馬主さん、同じ牧場のスルーセブンシーズちゃんが出れそうなのかを見極めたんじゃないかっていう邪推もできるんですけど、まあ、その点はどうなんですかね。とりあえず、状態面がちょっと不安です。で、その特注は今回4番手の評価っていうところの星印ってのを打ちました。それがさっき言ったスルーセブンシーズちゃんです。で、このまま評価したポイントとしては、これまでと同じで素足が使えることと折り合いがつくことです。で、このままね、レース映像を見ててすごいなと思ったんですけど、ミモザ賞3月の中山のレースですっごいいい走りしてたんですよね。回転力がすっごいあるのに、ストライドの伸びっていうのも素晴らしいんですよね。っていうところで、まあ、末脚すごいなって思いましたし、あとまあそういった走りから、このミモザ賞オモババだったんですけど、全然両ババでもやれるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、このまま、折り合いもつくし、あとまあ中山でいつもオーストの部分回しをしてるってところから、スタミナもありそうなんで、東京コースの、まあ、2400メートルに変わるっていうのも全然問題ないかなとは思ってます。あと、この馬に関しては、出走メンバーの中で唯一、ノーザンファーム天苑さんで長期放牧してからの参戦です。っていうところで、まあ、現代競馬、特に G1 で来るパターンの、調整過程でありますので、そういったところも評価をしております。で、不安要素としては、この馬は、能力がそもそも足りるかってところですね。まあ、それですね。で、まあ、過去8年、ね、前走1勝クラスの馬って11頭いたんですけど、全部馬券外に飛んでるんですよね。なんで、やっぱ能力面ちょっともしかしたら厳しいかなとは思ってます。で、まあ、厩舎コメントでちょっと折り合いが不安っていう発言があったのと、あとまあ出遅れ癖があって、で、そんな馬が今回1枠の2番を引いたというところで、まあ、包まれて出れないとか、まあ、とりあえずポジションが後ろになると思うんで、包まれて出れないとか、あとまあ折り合いをそこで変えちゃうとか、そういった不安もあるっちゃあります。まあ、ですが、ここはちょっと私のなんかレースを見た印象というか、この馬すげえなっていう、なんかそういった抱いた印象を信じて4番手の評価にしました。で、抑えの評価は、1投目、スダシちゃんです。スダシちゃんはもう自力が最強なんで、っていうところですね。
で、またこの馬は、陣営の方が根性とスタミナがあって、どっちかっていうとオークス向きかなって思ってたっていう発言がありましたし、あと、ソダシちゃんの、お母さんのブチコちゃんって、あれの、ブチコちゃんの兄弟に、この前天皇賞春を走ってた白兄ちゃんが、あ、白兄くんがいるんで、白兄くんとかがいるところから、まあ、2400メートル持ちそうな気が私はしてます。まあ、ですが、なんでじゃあ評価しなかったのかっていうと、まあ、今回展開面でちょっと前が厳しいという予想をしたんで、抑えの評価にしました。はい。2頭目が赤い鳥の娘で、で、赤い鳥の娘ちゃんは、そうですね。総合力が高くて、盛り合いもつくし、素足もそこそこ使えるっていうところで、安定感が非常にあるとは思うんですけど、まあ、このまま多分前に行くと思うんで、で、前に行くと、ちょっとスタミナ面が不安ってところと、で、あと、出遅れ癖がもともとある馬だったんで、まあ、もしかしたら差し後ろに回るかなっていうところも考えられるんですけど、そうなると、後ろから届くような決め手は持ってないんじゃないかなってところで、ワンパンチにかけるかなってところで、今回、抑えの評価にしました。非常に怖い馬ですね。鞍上ルメちゃんですし。国枝先生ですしね。なんですけど、今回、抑えの評価にしました。抑えの3頭目がウィン・アグライエです。で、この馬は、やっぱ前に行って、スタミナと持続力を活かせれば、来てくれると思います。これも結構かなり評価はしてますね。まあ、スタミナと持続力を活かして、前に行けば来ると思います。特に馬場が渋ったりすると。まあ、決め手がないんで、やっぱり、ね、決め手がまとめられるとちょっと微妙なんですけど、まあ、前に行く馬の中では結構買いたいかなってところで、抑えの評価をしました。で、抑えの4頭目がクールキャットにしました。これも火曜日の動画でかなり酷評したと思うんですけど、よくよく考えてみると、不安定折り合い面だけなんですよね、これは。ってところで、まあ、能力はあると思ってますし、フローラステークスで私、この馬、本命だったんですよね。ってところで、能力は信用してますし、折り合いさえつけば、そら来るかなってところで、今回、抑えの評価を打ちました。ただまあ、逆に、なんせ折り合い面が怖くて、またスタート面もちょっと上手くないんで、今回3枠5番、ちょっと内目の枠を引いてるので、出遅れて、内で包まれて、折り合いを欠いて崩壊するとか、そういったシーンを想像できるんで、ちょっと怖くなって、抑えの評価にしました。では予想のまとめをもう一回していきます。本命がユーバーレーベン、対抗がアールドビーブル。で、3番手にククナ、4番手にスルーセブンシーズ。で、抑えにソダシ、赤い鳥の娘、ウィン・アグライア、クールキャットです。で、まあ、結構人気どころを抑えの方に回してるってところから、まあ、今回はユーバーレーベンちゃんから、まあ、この上位評価の残りのアールドビーブル、ククナ、スルーセブンシーズに、まあ、を絡めた馬券を組み立てようかなとは、今のところは思ってます。まあ、正直、馬券組んでて当たりそうやなって思う馬券は、スダシちゃんか赤い鳥の娘ちゃんを軸にする馬券だと思います。やっぱでも金子さんすごいですよね。もう紅白馬合戦ですよ、これは。すいません。というところで、以上で予想動画を終わろうと思います。ご清聴ありがとうございました。